リンゴマンレコード姫野舞子のチャンネルジャック。今週もハムザさんのセカンドアルバムグレートパッションです。どうぞ。10月31日月曜日、姫野舞子のチャンネルジャックの時間です。佐々木町にお住まいの舞子さんを呼びしたいと思います。舞子さん、お元気ですか？ハロー、ハロー元気ですよ。本日は晴天の日で暑いですね。うん、大阪もね、ここね、関西なんだけど、うん、もうね、今日も朝からピーカンですよね。え素晴らしいですね。うん、じゃあ暑い暑い。ピーカンついでにじゃあこちらのお知らせをいたしますので、うん、舞子さんの、LINE グループですね。こちらこちらの方のお知らせです。はい、よろしくお願いします。だんだん皆さん疎しがられると思いますけど、それはそれとしてあのグループに入っていろんな情報を回ってます。あの折り返し直接ね、もらうだけじゃなくて返信できるんですよ。返信していただいて、コメントくださると舞子さんから連絡いきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。量が多いとか少ないとかっていう話ですね。ね、大変ですね。人々のクレームを一気に受け、ね、タレント自ら解決しないといけない。さてさて、今回もハムザのセカンドアルバムのグレートパッションです、かっこいいでしょ、ね、これをやっておりますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。舞子さんはいかがですか、今月。今月はね、終わりでしょ、もう、ね、来月からね、11月ですよ、うん、秋深しね、そっから読めないんだけどね。ね、あ、そうだ、そうそう、チャンネルジャック、前回、先週か、先週の分のカウントが3倍ぐらい上がったんですよ、ありがとうございました。あ、そうなの。そうそう、それもそれ全部ショート動画のおかげで、ショート動画を見て誰だこの人っつって、あのチャンネルに行くんですよ。再生数が上がりました、ありがとうございました。いいえ、たくさんたくさん NG を出していただいて。いやーね、ただほら、他はね、やらせ NG をやるわけですよ。うん、それをね、すぐ分かります。そうなんだ。あれは嫌です、私。本物がいい、本物が。NG は、アンポンタンには得意ですよ。今まで取られてなかっただけで失敗してんだから。そうだね、今まではだからもうこれはいいやと思って、イメージの問題なんだけど、もう2年目突入なんで、ね、新たにこの舞子さんと作っていかないといけないんで、こちら制作側も大変なんですよ。なるほどね。はい、で、はい、来月もあのハムザのセカンドアルバム続きますので。あ、そうか、はいはい、はい、よろしくお願いします。来てください。ありがとうございました。じゃあね。
リンゴマンレコード姫野舞子のチャンネルジャック、今週もハムダさんのセカンドアルバムグレートパッションです。どうぞー。